本日は神奈川県人権啓発センターです。では、今日はあの弁論整理手続きということで、弁論準備手続きですね。弁論整理手続きです、はいはい、もうちょっとあの、まあ、今日は、ちょっとお話ししてまいりますので30分ほどかな、はい、お付き合いください。まず今日のポイントっていうのは、面白かったのは、うん、やはりあの何ですか、公正証書ね、出てこなかったんです。今日もあのこのところ結構何ですか、この何半年ぐらい向こうはあちら様はこう何ですか、もう準備はできてるんだけどなかなか出せないというのが続いてまして、まあずっと伸び伸びになってたんですよね。ですけども、これはどういうふうに理解したらいいのかというのは、まあ解放同盟側のまあ弁護士の人が言ってたのは、まあ僕は前回ね、そのいやそのまあ、部落のになんか痕跡があるとか証明するにしても裁判の後に動かしたりしちゃダメでしょみたいなことを言ったら、一応その裁判でね、あの提訴した時点のものかどうかっていうのをあのちゃんとチェックするのに時間がかかってるっていうふうにおっしゃってました、はいはい、それとね、今日ちょっと面白かったのが、もう一つ大事なポイントで、じゃあ裁判官が変わったという、そうです、あの一番この主任弁護士だ、主任派、あの、主任、まあ、今回のですね、まあ、あの裁判長ですね、3人の合議制なの で前回はね、なんかあの元検事のすごいこわもてな方がやってたんですけど、今回は中村心さんという、なんか割とこう、なんでしょう、なんか、だけど最初はなんか結構緩い人かなと思ったんですけど、なかなか結構あの、そうですね、なんか経歴見るとずっとなんか地裁にいて、一旦高裁にいてまた地裁に戻ってっていう、なんかちょっとよくわかんない経歴の方なんですけども、その方はちょっと印象としてはね、あの今日びっくりしたんだけども、あの、まあ、一応その部落というものに対するその差別はあるというふうにおっしゃりながら、メジャーな部落とマイナーな部落というお話を、そう、実はね今回争点になったんです。そうあのね、多分ね、中村心さん多分関西の方ですね、あのスージンなんかね、メジャーな部落と認めてましたね。ちょっと待ってください、その前になぜそのこう、まあ、メジャーなブラック、マイナーなブラックという話になったかというのが、そうなんですね、まあ、ちょっと最初からね、あの、そう今回のね、準備手続きのポイントをちょっとメモを見ながら説明するんですけども、あの、まあ、なんかね、その、まあ、引き継いでいろいろ見たんだけども、やっぱりこう法律的な要件事実というものですね、そのあたりがちゃんと整理しきれてないんじゃないかというふうに裁判官から指摘があってですね、まあ、面白いことここで言ってたのはね、その関係人物一覧っていうのは、まあ、プライバシー侵害っていうのはまあ分かるんだけども、名誉権っていう問題になると、これはあの、まあ、何か発信された情報によって、まあ、原告の社会的評価が下げられたという場合にまあ成り立つんだけども、部落出身というふうに言われることです、社会的評価が下がるというのはいかがなものかというところなんです、はいはい、で、まあ、そこからまあどんどんまあ話が広がっていくんですよね、まあ、そのあたりをちょっと説明してほしいと裁判官から出てきて、まあ、そこを整理して、あと原告はね、まあ、いろんな人がいて、まあ、ぶっちゃけ部落出身じゃない人もいるし、まあ、あとなんかまあ、嫁が部落だから理論とか、親戚が部落民だから理論の人が結構いてですね、嫁主義、だからそういうその辺をちょっとその類型別に整理してほしいということを、ちょっと今まではなかったというか進展というか、ちょっとびっくりしたんですけど、いや実は前の裁判官もそのこと言ってたんですよ、うん、でもあそこまで具体的に言ったのはちょっとなかなか、いやいや言ってました、言ってました、結構前から言ってたんだけども、ずっとそれをはぐらかしてきて、要するにここで何が言いたいかというと、例えばそれぞれ の原告の皆さんが、私はこの部落に住んでいるというような話をしている中で、それだったらその部落とその人間はどういうふうに関わってきているのか、また全国部落調査とどうその人はどう関係あるかということを一個一個原告ごとに箇条書きしてそれ出せっていうお話、なんか属性表と言ってましたね、属性表というものは別にあれでしょ、そういった用語があるわけじゃなくて、法律用語があるわけじゃなくて、まあそうですね、まああくまでそういう属性というものを説明するリストを作ってほしいという、そういうことがありまして、それを作ってくれという中で、そうですね、その中で、まあ、
そこで、まあ、人物一覧についてね、プラク解放同盟人物一覧について、まあまあ、いろいろあれにも争点があるんだけどね、そもそも僕は載せたんじゃないし、その辺に争点あるんだけど、そもそもあの人物一覧について秘匿されてた情報、プライバシーに当たるかっていう問題があって、で今回まとめてバサッとね、資料出したんですよ。あの原告の名前一つ一つ Google で検索して、はい、それをなんか解放新聞だとかね、はい、あとなんかどっかの人権情報センターみたいなところにそういうのはネットに載せてるっていうのをプリントアウトしたの 出したんです、まあ、争点としては、まあ、解放新聞なんかに載ってるのに関してはもう解放同盟が自ら出してるっていうふうにことになるので、はい、じゃあそれをプライバシーと言えるかという、はい、あのネットにね住所氏名晒して裁判になったっていうこといくつかまあ過去であるんだけども、はい、判例ではその自分からそうやって出してたっていうことに場合はさすがにそれはプライバシー侵害ということにはならないだろうっていう、まあそういう判例もあるわけですよ。そこで多分裁判官も気にしてたんだと思うんですけども、まあ人物一覧に関しては確かにそういう争点があると。でそれと一つ気になったのは、あの木村壮太さんの言う差別されない権利というアプローチでなんか考えた方がいいみたいなことをおっしゃってたんですけど、あれは逆に言うとあんなもので、ね、なんかいやだからまあその辺でもね、その辺でまさにまあ争点になってきたわけよ。差別されない権利って言って、まあそので、だってそんなこと別に私らだって分かってますよっていう、ただあの今現状あるのは差別かどうかってお話をしているのに、なんか差別されない権利ってその当たり前のこと言われてもっていうのがちょっとあって、ただまあそう、誰がその差別されない権利を持ってるかという問題があって、まあそれがその全国部落調査とどう関係するかっていうところでまあ問題になるわけです。でそこで、まあ僕としてはね、その部落ってそもそも血統の問題で、その住所が部落だからっていうのもまあおかしな話だと思う。その話関係ないって言われた。関係ない。まあ、言い切った。とにかくね、今回はね、もう属地主義で行くしかないと。だからそのじゃあ公正証書に、まああんなもんもう認別証みたいなもんなんだけど、じゃあ公正証書にね、どういう情報を書くのかっていうことになったんだけども、どうもね、公正証書にこの人はここの部落の出身ですっていうふうに書くんじゃなくて、ざっくりとその誰々さんの本籍地は全国部落調査に載ってる地名ですっていうふうな形で出すそうなんですよ。ということは、その解放同盟としては意地でもその地名出したくないわけですよ、文書として。この人はここの部落です。じゃあそういうことをする場合に、例えばじゃあその人はね、まあ、京都のスージンの出身だったりしたらどうなんだと、はい、でスージンなんかもうあの、ね、スージン新町とかやって派手にやってるでしょ。あんなもう新聞に載っててド派手にやってるわけでしょ。だって、ね、それで今なお根強い差別があるって書いてるけど、なんでこんなお祭りして差別があるかよく分かんないんですけど。そうなんですよ、まあだからそういう裁判長としてはそれがまあそう、裁判長はもうそこは気になったっていうわけですよ、うん、その明らかにね、京都の数人とか、まあ、あの西成だとか、あの日の出とかね、それあまりにも知られすぎてる部落について、そこまでプライバシーって言っちゃうと再現がないんじゃないかと。そのただまあ解放同盟側としてはあくまで部落がその高知のものとは思ってないって言い張ってるんですよね。で、まあ、いや解放新聞とかにむちゃくちゃ書いてるし、でそんな部落のリストを書いた本もう証拠で出してるでしょって言ってもね、いや部落は公開のものじゃないとか言って、ね、あんた方とやってるものとアプローチは違うとか、なんかそう、いやじゃあ解放同盟が本とか書いてるサイトに載せるのはよくて、うちだったらダメっていうことですよ。いやそういうことじゃないって言ってね、研究者がね、ちゃんと研究のためにやってる。いや僕も研究者だしね、研究のためにやってるんですけどって言ってもね、まあ、そこはもうグダグダですよ。まあ、そこでまあもう裁判官とまあ双方でいろいろぐちゃぐちゃにやり取りぐちゃぐちゃって、まあそこで、いやその部落でどこの出身かって言わないんだったら、そこっちとしてもその防御手段がないよという。そうだって、そんないきなりね、そっちの方の公正証書だけでの交渉役場の人だと、ここは部落で、この人たち、とにかく問答無用で、地名だけ出されて部落で、ここで不利益被ってるよって、突然こっちに見せられても困るから、そうじゃなくて、どこの、どの辺の、どの地区までが、
部落でそこに住んでたからこういう不利益を受けたっていうところまでを見せてくださいって言ってるんですけど、別にそこまでは必要ないと、そのあざまではいらないと、うん、要するに何だろう、まあそのもう何て言うか、例えば、西成だったらもう西成、それこそ西成でもうそれ時点でもう部落だと、うん、まあそうなんよね、ざっくりした、ただ裁判官も面白い人でね、やっぱその地名とその部落の範囲っていうのはやっぱ一致しないんだっていう、それは分かってましてね、この何々何丁目って言ってもまさかこのここ全体が部落じゃないでしょって、この例えば一部だったりっていうことなんじゃないのっていう、あれちょっと意外だったんですけど、そういうことも一応裁判官は認識してたんで、だからそこでまあぐちゃぐちゃになって裁判官もいろいろ悩んでるみたいなんで、まあ、とりあえずまあその合成証書を出してくださいっていうこと で、 そうです、ね、次回の7月10日午前10時にあの次回の弁論準備手続きがあって、その時までにその合成証書が出てくるということだそうです。そうですね、はい、はい、でまあ、結局そのじゃあそのじゃあその有名部落とかね、その辺との関係はどうするんだっていうことに関しては、まあ、事実上棚上げみたいな感じですね。いやだけど一応メジャーの部落はどこかと、私たちがそれはどこかと出さなきゃダメっていう、ただそれをね、例えばじゃあ数人有名ですっていうことがうちがまあ出したとしても、結局その公正証書の中にそれ書いてないわけだから、どこかって、うん、だからその人はあ、いや私数人出身ですって言って手を挙げた時点でその人 の、 そのまあ出身地というのを出すということになるので、それもできないっていうふうにまあ解放同盟側は言ってるわけですね。まあ裁判官としてはまあそこはもう釈明してくださいっていう形風にまあ裁判所に出してもらって、でまあ原告は答えなかったって言って調書に書くしかないですねっていうような、まあそういう調子でしたね、うん、まあ、大体今日はこんな感じでした、はい、まあ、ただ、とにかくまあ私らとしてはもうそういった、そうですね、粛々とそういうふうにそのなんかな、向こうの不当性を訴えていく、まあ、こちらとしてはとりあえずそのまだね、その解放同盟の原告側の名前がそのインターネットで全部公開されて、そのまあ解放新聞とかに出てたかっていうのを今調べてる最中、今半分ぐらい調べたのかね、でさらにまあ続きを調べてまた書類でバサッと出すという作業があるし、あと、まあ、あの公正証書に書かれなくても、まあ、裁判提訴する時点であの住所っていうのは一応出てくるので、まあ、現住してる人とか、まあ、陳述中には陳述書に本籍も置いてるっていうふうに書いてる人がいるんで、まあ、そういう人に関しては、まあ、うん、その部落っていうのがこんなもんは国会と図書監査署が Google Books で何々部落ってやったら出てくるんじゃないかっていう、いやただ向こうとしては結局、いやあんた方が勝手に何その高知の部落だとか有名な部落とかメジャー部落って言ってるだけで、一般的にはそうじゃないのって言われた時に、これはどういうふうに私らが立証していくかっていうのは結構、まあ、まあそうですね、だからまあその辺が裁判官の考え方次第、ただあの、ね、やっぱりそのあれなんですよ、これはもう本当ね、地元に行くというかその土地に行く人というしか感覚がないんですけども、行けばまあ あそこねみたいな風には話になってるから、まあ、だからその辺の感覚ってね、なかなかていうか、まあストリートビューで見りゃ分かるっていう地域もあるんですよね、大体そもそも林保館が近くなったら ああいう感じねっていうのはそれはもう分かるわけだから、周知も何も、じゃあ林保館撤去しろっていう話にまあそうっていう、究極的にはそういう話になる、とりあえずじゃあ今日はこれで、はい、とりあえずあの裁判の報告ということはこれで終えたいと思います。はい、ちなみに今日あのこうやってね、あの公園で撮ってるのはですね、あのなん か、 あのか 顔出ししないお前ら、なんか勝手に部落に撮ってるお前ら卑怯者みたいなコメントがついたので、いや別に隠してるわけじゃないですよって、 GoPro って基本的に自撮りするもんじゃなくて自分で持ってこれ撮るもんですからね、うん、別にあの私の顔が見たくてね、部落担保見てるわけじゃないと思うので、視聴者の方々はということでご理解くださいということで、皆さんぜひどうもあの自転車チャンネルをですね登録してですね、ツイッター SNS で大いに広めてください。よろしくお願いいたします。